池江島宮城島偏座島浜東島浮き島南浮き島横活半島やぶ島津県島,島,島沖縄本島海中道路近湾中城湾横活半島と横活諸島の地図平安座島は沖縄県うるま市に属する島で沖縄諸島のうち横活諸島を構成する太平洋の有人島である沖縄本島中部の東部海岸に突出する カツレン半島の北東を約4キロメートルに位置する。面積5.44平方キロメートル周囲約7キロメートル標高1 1 5 6ルの底平な島で、2012年4月、現在の島内人口は1364人である。埋め立て以前のタイランザ島は、北東南西方向の長軸を持つ、 楕円形状の地形に加え、島に形成された差しの部分となる。面積2.79平方キロメートル、周囲7.13キロメートルの琉球石灰岩で、覆われた、大地上の島であったが、平安座島と宮城島間の、ダネ水道と呼ばれる海域が、石油備蓄基地の建造により埋め立てられた。島周辺のほとんどは急斜面をなし、差し状に集落を形成している。 沖縄本島南部の知念半島から池江島まで伸びる珊瑚将軍の一つで中条湾と金湾を囲む堤防のような役割を果たしている。変座島一帯の海域は与津海上西府立公園として1965年10月1日に指定されたが本土復帰直前の1972年4月18日に取り消された。平安座島は 平安座と平宮の大あざで構成される。校舎は1974年に埋め立て地に新設されたあざまで平安座島と宮城東両島の頭文字を取って名付けられた。当初の平安座島はカツレンマギリの所属で1687年にヨナグスクマギリへ移かん、琉球処分後の1896年に中上軍。 1908年に同軍与那城村の一部となる。1994年に与那城町へ調整施行、その後の2005年4月1日に近隣の自治体と合併解消し、るましとなる。平安座島の円形方言でも、変座、または、ヒン座と呼ばれ、地名の由来は、官庁を意味する沖縄方言、または、平家の落ちが島に、 安徳天皇を祀ったという伝説にちなむとされる。おもろさウシには、ヒヤモ・ザナイシ・ヒヤム・ザ・ショウほうこくずには、平安座島と記載され、また、ペリー日本遠征記の地図に、ファンザ、ペリー帝徳沖縄訪問記には、ファニアと表記されている。縄文時代版記の遺跡、平安座東半田原貝塚は、1956年に、 島丘陵東端の二十歳から発見された。1968年に琉球大学により調査が行われ、土器の他に石符や海製品が出土したが、発掘調査終了後、石油備蓄基地の建設により消滅した。また平安座島の最高所に位置する平安座西楠の追記念は不明だが、カ蓮城の浜川アジの次男の居城と伝承され、 琉球国由来期には森城と記されている。西グスクの南西側で土器や政治、炭化した米国と爆流が発見され、また二次的に埋葬された人頭骨も出土している。東グスクは野面積みの石垣で囲まれた内部に祠があり、島民にとって聖地で重要な廃所となっている。平安座島の集落は15世紀初期に 西グスクを中心として海岸沿いに移動し、その後に三つの集落を形成した。慢性的な水不足により、親雲ウェラは1791年と1819年に、天水田の灌溉用水路工事と、水田開発を行い、また1850年代には、傾斜面に改善している。島民の八丹タらタは、海力として知られ、九尾には、 河野前一国を那覇まで運び、当日のうちに帰還したとされる。さらに彼の兄弟三人で小舟を持ち上げ、平安座島と対岸の沖縄本島を往来したという。1880年の島内人口は1501人であったが、1903年は2623人に増加し、新村居集落の東側に新しく集落を設置した。 明治期から戦前にかけては、女性と老人は農業、男性は漁業と海運業を中心に行った。大正期における漁業は一組30から40人による追い込み漁が盛んで、スモグ潜り漁も行われた。1913年に平安座島を本拠地とする糸満漁民と浜比賀島の漁民により、 東方海上に位置する浮き原島周辺海域の漁業圏をめぐる乱闘が発生した。昭和初期のヤンバル船沖縄本島北部との交易船として発展した平安座島のヤンバル船は酒、穀類と生活用品をヤンバルに輸送し、さらにそこから焚木、建築用材等を搬出し、他地域へ取引を行っていた。北は奄美群島、南は 先島諸島まで赴くなど、広範囲に交易が盛んに行われた。古来から、サバニと呼ばれる小船4隻を組み合わせた、低山船が主流であったが、大正末期からは、大型のヤンバル船へ移行した。大正時代から1940年頃までは、100隻以上の船が平安座島に集結すると同時に生活物資をもたらし、さらに、 それら目当てに、当該から、人々が押し寄せるなど、ヤンバル線交易の最盛期を築いた。しかし、多石線の首里氏族の一部が、平安座島の田畑を荒らし、婦女暴行事件を起こすなどトラブルが絶えない時期もあった。1944年10月10日の朝、ヤンバル線による、物資輸送の拠点地として、平安座島は、 アメリカ軍の空襲を受け、200隻以上のヤンバル船を消失したが、死者は誰一人も出なかった。翌年の1945年に、日本軍の命令により島民は、緊張に強制疎開させられたが、同年6月10日に米軍がヨナグスクに上陸した、西、平安座、宮城、池島と、本島側の住民らを平安座島へ収容した。 終戦後の同年9月に発令した地方行政緊急措置要項により平安雑誌の形成と同時に市長と市会議員も選出された。当市の人口は8317人で約7割は女性であった。翌月の10月から随時住民の既存が許可され、1946年2月21日に当市は廃止された。うるま市立。 綾橋小中学校の正門1968年にアメリカ資本の石油会社ガルフ社により平安座島に石油生成基地を建造1972年にも東島と沖縄本島を結ぶ海中道路を完成させたその後の1975年三菱石油と丸善石油が 平安座島宮城島間の海域を埋め立て、石油備地区基地を建設した。平安座島の農耕地は少なく、周辺海域での漁業が行われ、集落内には、交番や、ホテルも立地している。平安座小中学校の前身である、与えまさる人情高等小学校の分校は、1902年に開校したが、宮城、池へ 浜東賀島を含む4等の小中学校が統合され、2012年4月、平安座島に、市立綾橋小中学校が新設された。平安座島の地図。A、沖縄ターミナル原油基地。1969年着工。1970年、完成。島の4分の3の土地に、CTS。1971年に、 海中道路を建設。ガルフ社は1972年に沖縄石油生成と沖縄ターミナルを設立。B. 沖縄石油基地。1972年着工。1980年創業。平安座島宮城島間の海域を埋め立て、CTS を建造。1973年、三菱石油と、 マルゼン石油との出資により、沖縄石油基地を設立。アメリカの石油会社ガルフオイル社は、沖縄へ進出するため、1966年10月までに、金湾周辺地域を石油備蓄基地の建設候補地として絞り込んだ。当初の計画では、宮城島に石油基地、池江島に製油所を建設する予定であった。では、にむねであったが、 宮城島の反対運動により進出計画は白紙になった。次に、ガルフ社は、隣の平安座島へ誘致の検討を進めた。1967年10月31日に、平安座区長とガルフ社が覚書を取り交わし、翌年の1968年5月17日に、ガルフ社が平安座島への石油基地進出の最終決定を下し、 同日に平安座島の住民大会で誘致賛成を表明した。後に、ガルフ社の副社長が現地視察で来島した際、当時の平安座区長は彼に地主800人以上の土地対応に関する同意書を提出した。平安座島での CTS 建設への賛成は、沖縄本島と結ぶ道路の建設が条件とされた。 CTS の起工式は1968年12月8日に行われ、約1ヶ月後の1969年1月に着工された。翌年の1970年5月に CTS は完成した。この工事と並行して海中道路の建設が行われたわけではなく、建設資材は満潮時に渡り船で、環潮時は米軍から売り渡された。 工事をトラックで運搬していた。1970年2月12日に、海中道路建設の許可申請を行ったが、道路コースの選定や、事務手続きに時間を取られ、翌年の1971年1月11日に、埋め立て許可が下りた。同年5月2日に着工し、6月6日に、平安座島と沖縄本島が、道路によって接続された。 ガルフ社は1970年1月にガルフ石油生成を創設後に、イデミツさんと三菱火星の合弁会社、沖縄石油生成株式会社となり、1972年5月に製油所として創業した。1980年6月にイデミツさんがガルフ社と三菱火星が有する全持ち株を買い取り、沖縄石油生成は、 出光ミツの完全子会社となる。2003年11月に声優所機能を停止、翌年に沖縄石油生成は解散、2009年に沖縄出光を設立し、現在に至る。また1972年11月4日に原油貯蔵管理専門の沖縄ターミナル株式会社を設立し、ガルフ社が建造した CTS を買収した。 2010年12月1日現在、当社は原油貯蔵タンク18基を所有する。沖縄石油基地の石油タンク1960年代後半、アメリカ占領下の沖縄が日本復帰するという現実味を増す中、離島区解消や財政強化を目指した当時のヨナグスク村は企業誘致を進めていた。1969年3月、村議会は 三菱商事に平安座島と宮城島間の海域の埋め立て事業を要請した。1970年5月に三菱商事を中心とした企業団が来中市調査を行ったが工業用水と電力の調達が困難であるとした。その際、CTS 建設も検討され三菱石油にも協力を依頼した。三菱商事との接触薬を引き継いだ。 三菱開発より埋め立て計画を決定し、1971年4月28日に、与那ク村と覚書を締結、翌月の5月15日に、琉球政府へ、こういう水面埋め立て免許の申請を行った。また、琉球政府の行政指導により、外資導入免許の取得を条件に、事業主体を与那ク村から新会社の沖縄三菱開発へ移行した。 しかし反対派の立法院議員らの圧力により、申請許可が降りない状態が続いた。沖縄三菱と誘致賛成派の村議員らと共に、懇願し、1972年5月9日に、ようやく認可された。本土復帰後の1972年10月15日に、埋め立て工事の着工を行い、計画では2年後の1974年12月までに、 貯蔵タンクとシーバーアッスを含めた施設建造を完了させる予定であった。しかしこの頃、隣接するガルフ社の製油所から漏洩した原油が流出し、近海が汚染されるなどの公害問題が深刻化し、これらの事故を機に1973年から CTS 建設反対派の運動が激化する。 1974年4月30日に埋め立て工事は完了し、同日に春工認可を沖縄県へ申請した。1975年10月4日に CTS 春工は許可され、その後埋め立て地の所有検討機を行い、与那城村へ編入された。1980年3月6日に貯蔵タンク等の 石油関連施設は観光し、同月12日に創業した。1973年4月27日に、三菱石油と丸善石油の合同出資により、沖縄石油基地株式会社を設立した。2010年12月1日現在、原油貯蔵タンク45基を有し、鹿児島県の木入れ基地に次ぐ、大規模な石油基地となる。 ガルフ社の宮城島進出が周知されると、党内反対派は1967年3月16日に、宮城島を守る会を賛成派は、工場誘致促進委員会を結成した。5月8日の与那城村会議では、ガルフ社誘致が議題となり、全会一致で、誘致の早期実現に関する要請決議を行い、7月1日に、 石油事業を誘致特別委員会を設置した。しかし、7月19日に、宮城党内で賛成、反対派よる、障害事件が発生するなど、両者はますます対立した。そもそも党内の賛成派は反対派よりも多数で、あったが、反対派が所有する土地が、建設予定地の半分以上を占め、さらに賛成。 反対派の所有地が点在し、用地取得が困難であった。その上再三にわたる反対派への説得にも、誘致の指示は得られず、結局宮城島での CTS 計画は頓挫した。その後、本島と結ぶ、海中道路建設を条件位に対乱座島の島民は、島の4分の3の土地を、ガルフ社に対応した。また、 島民は建設工事の請負や開業後の雇用促進による経済効果に期待を寄せていた。しかし、CTS 建造後の雇用効果は予想を下回り、また、島内の工作地が激減し、農業振興地域の指定は解除された。1965年に指定された、横塚井城西府立公園は CTS 計画により取り消された。さらに、 海中道路の建設により島周辺の海域に赤土流出、潮流変化に伴い漁業に深刻な打撃を受けた。1973年のガルフ社による原油流出事故をきっかけに公害問題が深刻化し CTS 反対運動が激化する。村議会や開発事務所へ抗議が殺到、反対派団体、金湾を守る会は、 当時のやら長病知事へを仕掛け、CTS 建設の中止を訴えた。これら反対派の中には角丸派の一員などによる先導者も含まれていたという。1974年1月19日、CTS 建設反対の世論と全国で展開された公害防止運動の高まりを理由に挙げ、知事は CTS 反対を表明、これを受け、 沖縄三菱社長は、同月23日に知事と会見し、CTS 反対決定の撤回を求めた。また、同月25日、当時の中曽根康弘通商産業大臣は、国会演説で、金湾における、CTS 建設を積極的に行うべきと、発言。さらに翌月2月8日に自由民主党、沖縄県支部は、やら知事の退陣要求でも、 県庁前で言った。1974年9月5日に、守る会に所属する漁民6人は、沖縄県を相手取り、埋め立て免許の無効確認を要求する裁判を起こした。翌年の1975年10月4日の判決で、すでに観光した埋め立て地を元の状態へ戻すのは、不可能とし、県は全面的に勝訴した。次に、 守る会は1977年4月9日に環境権と人格権の侵害を理由に原告1250人による CTS 建設の差し止めを求めた。しかし原告側には CTS が立地するタイラアンザ等の住民は存在しなかった。1979年3月29日の判決で原告は敗訴し CTS 反対運動は 次第に衰退した。平安座島の東海岸に位置する小島、南座島。平安座島には多くの伝統行事が残されていると言われ、行事の保存、継承を積極的に行っている。平安座自治会は、島内に参入した石油関連企業からの土地賃貸料等による潤沢な不動産収入を得て、行事は盛大に催される。実際、 当自治会の2001年度の歳入額は約8500万円であったが、宮城島や池島などの周辺離島の自治会では、毎年多くても1000万円は超過しないという。予算のかかる大綱引きに関しては、水田のない平安座島では、わらよそから購入しなければならず、財政的に負担の大きい行事であった。1960年以降開催されなかったが、 1984年に再開された。また、海中道路の開通で、自動車での往来が容易になり、泊まりがけで行われた旧盆も日帰りで済むようになり、行事のあり方にも変化が生じた。ガルフ社が平安座島へ進出した際、当時は米軍統治下にあったため、沖縄住民以外の土地所得は、高等弁務官命令により制限されていた。 賃貸契約を結んだガルフ社と平安座島の土地所有者らは定期的に土地代改正などに関した協議の場を設ける機会が増え、両者は深い関係を築いている。旧正月の元日に行われる祈願祭初年頭に企業関係者も参加、また旧正月3日目に親族ごとに縁のある聖戦をめぐる河川なででは、 石油基地内を通行して行われる。旧暦3月4日には、南座も多いと呼ばれる行事が開かれ、平安座島の東海岸に位置する南座島に赴き、本来の豊漁、海の安全祈願や石油企業の安全創業を、二来家内の神に願う。1968年に、ガルフ社と平安座島民が土地賃釈契約を締結した後、 基地建設地に点在した約150の墓を共同墓地へ移転した。1968年9月27日に移転先が決定し、翌年の1969年8月12日に墓地の完成祈願祭が挙行され、その後納骨された。横活半島と平安座島の海域は遠浅で、干潮時に徒歩で往来可能であったが、 リトークの解消は島民にとって、積年の願いであった。過去には1953年に、親子が平安座島へ渡る途中に、暴風雨に遭遇しキ路を見失い、満潮時に流され歴死した事故が起こっている。また戦後には、アメリカ軍が改造した海上トラックも通行していた。1961年に、島民に約3600人と米軍の工事用。 トラック車両三台による道路建設に着手したが、二度の台風襲来で失敗に終わった。その後の1968年にガルフ社が平安座島に進出した際、等の大半を対応する代わりに、1972年にガルフ社の負担で全長約 4.75km の海中道路を完成させた。しかし、開通後には、 金湾内の海流が変化し、土砂堆積などの問題が発生した。完成当初は、与那城村道45号に指定されたが、1991年3月31日に、沖縄県道として、主要地方道位京平良川線へ昇格した。1999年に4車線に拡張され、駐車場を300台分を備えた、ロードパークを設置した。 埋め立て以前の平安座島と宮城島の間の海域には、潮流により土砂が寄り集まった一本の森土が形成され、馬と共に渡れたが、埋め立てにより二島は、桃原橋により架橋された。また1997年2月7日に、平安座島と浜日賀島を結ぶ、浜日賀大橋が、完成、開通した。池江島と宮城島の間には、 池江大橋が架けられているため、宮城島を介して、池島とも陸路で結ばれている。ウルマ市が運行する路線バスにより、本島の焼けな地区との間や、これらの各島の相互間を移動することができる。実際はリベリアに法人を置く、ガルフ社の子会社、ガルフアジアンターミナルが1968年1月に進出。ありがとうございます。